どうも、よいふきです。前回入手したもののおかげで探索範囲広がってると思うんだよね。このマップの左にも右にもって感じなんで、これか、都の紋章ね、これ重要そうですよね。でもまあとりあえず倒せないときは倒せるようになってるはずなんで、そこ行きますか。こっちだ。これだ。3回で倒せないのか。こいつは来るんだったら、ここにあればいいんだな、こいつな。よし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 。ここ稼げばいいんじゃないの。それ3の池だな、きっと。下の状況わかんないな。とりあえずそこ足場ある。こっちか。でも美しいとこだね、ここね。いい感じですよね。背景ほんと綺麗だな。この辺なんか壊れそうな気がするけどダメだな。ほんとね、風の谷のナウシカみたいな感じですよね。あ、新しいエリア来たな、緑の道だって。ってことだよね。ちょっとマップ確認する。ああ、地図を所有してませんか。なるほどね。新しい敵だ。わ、鳥がいた。あ、それは新しい敵か。どんな攻撃を持ってるのか。ただ普通に歩ってくるだけの敵なんですかね。マップごとに地図があるんだな、このゲーム。それなんか毒とかかな。うわっと、そういうわけではないのか。この煙自体に、うわーっと、変な声出た。ああ。それにも判定あるかどうかだな。マップ欲しいな。マップ売ってなかったよな。あとどっかで買えるのか。お、なんだ、現地で買えるのかな。現場でさ、現場で売ってんのかな。こうなってるか。なるほど。いや、なんか雰囲気違ってすごいいいな。こう黒を基調とした、こう画面の作り方っていうか美しいですよね。最高ですね。こういうのもなんかあれかな、ファミコンリスペクト的なとこあるのかな。こういうセーブ取れると。ファミコンの画面の作り方はそういうゲームありますよね。ドラキュラとかそうだよな。壊れた。あ、そこお金があるわ。おお、怪しいところにいいものがあるゲームですね。いい感じですね。ここは特に何もないか。なんかいるぞ。なんかいたね。それ3の池だよな。おっと、おわ、ダメだ、回避できなかった。ダメージ受けちゃうんであれば弾打っちゃった方が良さそうなもんですけどね。とりあえず警戒してるんだけど、鍾乳石落ちてくるみたいなことないね。てか鍾乳石はないからか。壁壊れないな。取り損ね出ちゃうね。それしょうがないのかな。そこ左どうなってるかわからないな。まだ行ってないか。まあまたそのうちね、探索1回じゃ終わらないだろうから。落とすジオか、落とすジオの数も増えてるような気がするな。上の方向か。ジャンプ足りないもんな。足は使わないとな。これは登れたりするのかな。
そういうわけじゃないか。あ、落ちちゃった。あー、なるほど。よしよしよし、ちょうどいい感じだったな。それも落としちゃっていいのかな。念のため落とさない方がいいみたいなこともあったりもする。こまめに回復取っていこうじゃないか。あ、しまった。空中の敵結構厄介か。それも落としちゃってしまう。落としちゃっていいのかな。落とせない方が良かったかな。これなんだろう。あ、しまった。あ、待てよ、いる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 ぞ。どこにいるんだ。あ、いた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 。地図を打ってくれた前。ここはあの壊されたとは全く対照的な場所だな。湿気があって生命に満ちている。曲がりくねった道もまた何とも魅力的だ。どうにか周辺の地図は完成したが、ここら一帯の生き物たちに対処するのは全く骨が折れてる。はい、じゃあ真っ先。なるほど、結構広いぞこれ。ここ下に行けるってことか。よし、じゃあ行ってみよう。面白い仕掛けですね。こう単純だけど今までなかったよね。いろいろと、探索系とかやってきましたけどなかった。おー、潰しちゃった。こんな倒し方もあり。意外と根本的な感じなんじゃないかな。それも落としちゃっていいのかな。確認する。うん。こっち行ってみよう。こっちはメインじゃないんじゃないかって気がするよな。なんか強敵ないそうな。おおおお、こいつはどんな敵。あ、いや、敵ではない。ムツボラバビス。恐れも知らずに近寄るチビよ。お前も俺と同じ狩猟者なのか。追跡し殺し理解する。お前またそんな衝動をうちに抱えるものか。ならば俺の書を受け取るがいい。最初は内容が難しく感じるかもしれんが、狩猟者として経験を積めばおのずと理解できるようになる。この土地の奥深くへと進み、怪物たちを狩るがいい。お前が狩猟者を名乗るにふさわしい存在であることを証明してみせろ。お、はい、狩猟者の書。あ、これか。あー、敵リストみたいなやつだ。なるほど、コメントがついてるね。ハイズリムシ、食べ物を求めて洞窟内をハイズリ回る臆病な生物。鈍くて惨めで殺す価値もない存在だ。面白いね。さあ、では探索を続行しようではないか。切らないと下に行けないのか。基本的にこう切ってしまっていいのかな。あ、いた。あ、ダメだ。あー、しまった、くそ。それ厄介だな。おっと、うん、こうなっていたか。さあ、ここはどうするか。マップ確認したいか。あ、あれは何なんだ。さっきも一瞬見えたよな。あ、項目追加されました。この明かりも綺麗だな。そうして縦穴の下何かがあるんだ。あ、道があった。調べる。白い王の道から外れる者は船の方と向き合うこととなるだろう。どういう意味なんだ。とりあえずマップ確認して。左がメインか。じゃあ下は。あ、ベンチだよな。実は更新と。では見てみるか。うん、結構埋まったな。左下結構広いぞこれ。とりあえず最終的には全部探索するけどね。
なんかこのまま進みますか。これはな、あ、敵か。あ、ちょっと待て、それやっかいだな。それは宝か。あの植物かなり厄介ですよね。しかもなんか位置的に倒しづらい。あ、ランタン欲しいな。あ、なんかされた。おーっと、ここはなんだ。ダメだ、グランタンがないとダメだ。また後で来よう。ここはさあ、左はダメだったな。ちょっと暗すぎるね。やっぱりランタン欲しい。でも確か1800だったな。ちょっと高いな。左、いやでもジャンプが低すぎていけないな。あ、なんか新しい敵いるな。なるほどなるほど、そういうことか。こうやって進めってことだな。左下何かあるのか。あの看板前にもありましたよね。なんだ、あ、霧の渓谷、新しいところだ、ここ。なるほど、ちょっと待って待って、このエリア、ミドルの道か。このエリア全部探索しよう。はい、というわけで一旦帰ってきたな。これ厄介な敵だな。位置的に危ないな。あ、くそ。よし、あそこお金がある。お、よし、こいつもいい授業になるじゃないか。そいつ厄介なんで気をつけないと。さあ、ではメインの探索に戻ると、とりあえず新しいエリアありましたね。まあ現状でも探索できるみたいだけど、すごい敵だった。倒せないじゃないか、あいつ面白い敵だな。とりあえずまっすぐ行っちゃっていいのか。わーっと、地図さえ見せてもらえないのか。しっかり回復取っておこう。かわいいけどやムカつく敵だな。もういいや、放っておこう。あ、またいるな、あいつ。何者なんだ。とりあえず誘われるままに行ってみますか。いる、いるね。なんか誘導されてますね。さあ、どうする。あ、ちょっと、あ、厄介だなこれ。まあお金は貯まったから、そこ行けないのか。こっち行ってみるか。腐れた道があるんじゃないかって気がするね。あ、そこベンチだ。これはなんだ、ちょっと待って、その前にセーブ。いや、いけないじゃないか。あ、これでもしかして、はい、通行料ですか。あれ、通行料でした。はい、じゃあまたここでマップ確認しよう。うん、さっきの横穴。うん、なるほどなるほどなるほどね。じゃあこの先ボスか。そういうことやな。ちょっと戻って探索やるか。なるほど、
罠にかくって行くみたいな。あ、何かあるけど行けないね。あー、なるほどな。かなり入り口の方から多分左から回り込んでくるんだ。はい、じゃあさっきの地図繋がってたか。なるほどね。ってことはさっきの行けなかったとこまだ行けないんだな。なるほどなるほど、こういう風になってんだな。はい、というわけで、うん、じゃメインの探索に戻りますか。こっちだ。これ左に行けるのか。左が正解のような気がするな。右上でも結構広い空間ありますよね。まずこっちから見るか。あ、なんだこれ。あ、敵だ。それはどうすればいいんだ。こうか。それはこれどうやって倒せばいいんだ。難しいか。よし、倒した。隙を見つけるのは大変だったぞ。右なんかありそう。いや、何もないか。あれ、手出せない方が良かったな。あ、ちょっと敵いるのかよ。 HP 自利品じゃないか。敵が見えづらいから気をつけないとな。こっち何なんだろう。まだ広い空間あるんですかね。それ借りやすいだけだから買っとくか。ソウルのため。よし、これで満タンか。あれ、これはさ、もしかして前のエリアに戻るんじゃないか。背景前のエリアですよね、これって。あ、誰かいるぞ。お、人がいた。おいおい、なんだなんだ。いや、回復のため残してた方がいいのか。この方向で行こう。空中で2回当たらないから、こっち来い。仲間呼びやったのか。ダメだ、難しい。回復をする。空中で2回当てられるかな。1回ずつで我慢か。よし、倒した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 ぞ。とりあえずジオ取れるか。よしよし、ただ働きはごめんだぜ。はい、だからエメン。貴様一体どういうつもりだ。せっかく我が輩が獲物を仕留めようとしていたので、逆じゃない。獲物だったんじゃない。うろつき回って邪魔をすることは貴様の習性だったというつもりか。よく聞け、この極つぶしが。我が輩は強靭なる像と世間に名の轟いた騎士であるぞ。今度邪魔をしたら我が輩の武器が断面の釘と呼ばれる理由を教えてやる。あ、これね、これ釘なんだってね。一応もう一回話しよう。まだ何か言うか。我が輩は騎士である。貴様の遊びに付き合ってる暇などないし、我が輩には休息が必要だ。この釘が抜かれる前に立ち去るがいい。なんか助け損だったような気が。まあいいか。さあ、ミドルの道に戻ってきたということか。この辺りどうなっているんだろう。何かいるな。
あ、またあいつがいるのか。ちょっと待って、数多すぎるわ。あんなに相手知らないんで、退散するのは基地か。一手倒すだけでもすげえ時間かかるかな、あいつは。待て、下は？あ、下、スタグの道はないのか、それ。ちょっと行ってみようか。解放されるのであれば、喜ばしいことだな。あ、よしよし。はい、地図更新と。うん。さっきの右上の方に何か道があるか。まあいいか。141億か。値段上げやがったな。開通料金上がったぞ。さあ来い。来い来い。来い来い。よし来た。でも484だからもらってはしょうがないんで。読んだだけ。さあこの左がボスなのではないかという感じですよね。そろそろボス。どんな敵なんだ。あ、さっきのあいつだ。亡霊よ、それ以上近づかないで。した場合に身を隠しながら私の後をつけていたでしょう。隠したつもりはないぞ。この古びた王国で恐ろしいものが目を覚ました。空気の匂いでわかるのよ。あなたが誰で何をしようとしているかもわかっている。でもそれを許すわけにいかないわ。ガラマ、うん、ちょっと待って待って、そんな技持っているのか。うわあ、ちょっと待って、対空か今の重さか。くそ、これはちょっと待って、対策は見えない。ちょっと待って待って、くそ、ダメだ。強い。よし。よし、倒した。うん、逃げた。ガの羽の衣、ボタンを押すと前方にダッシュ。いいねこれ。あ、なんだこれ。ん、封印を破ることを望むというのか。封印を破ってはならぬ。封印を破られてはならぬ。我らの眠りを妨げるのは小さき影よ。そなたの闇に戻るがいい。我らに平穏を与えよう。ん？なんかいたね。とりあえず誰か倒れてるな。これは意外なんですかね。あ、とりあえず戻れなくなってるぞ。先に進むしかないようだ。これはこうか。なるほど。これ無敵時間とかあるのかな。空中でも出せるか。さあ何があるというのか。まだマップ続くのかな。
新しいマップに来ましたね。なるほど。じゃあちょっと戻ってマップ見、はい、じゃあマップ確認しようか。うん、とりあえずなんか湖があるってことが分かった。でもあれ、湖の先って何もないのかな。あの先何もないんですかね。どうするか。いや戻ってきちゃったんだけど、まあいや、次回湖の探索会やりますかね。まああちこち行けるようになってますんでね。はい、じゃあ今回はここで終わりします。ご視聴ありがとうございました。